生物調査団からキメラアントの情報を得たハンター協会は頼んだよ。我々が望むのはただ一つ。すでに多くの犠牲者が出ています。手段を選ばず、ともかく我々は一刻も早く危険生物が根絶されることをということですな。女王を頂点に5つの階級で構成されています。女王がいて、その下に直属護衛隊、兵隊の下には多くの雑務兵と戦闘兵が控えてるってわけね。女王についていた直属護衛隊はそのまま王に仕えるってわけね。そして女王は城に永住し、一定の周期で王を産む。キメラアントの増殖を防ぐには王を産む前に女王を倒すのが必須条件ね。茨の道だな。討伐隊の第一陣が来るよ。討伐隊？相当な使い手だろう。じゃなきゃ困る。カイトたちが心配もの。何かきっかけがあるはずだ。力がみなぎるぜ。この不思議な力もか。いや、しかしこれはあんたには少なからずムカついてるし、多分手加減しねえぜ。じゃあ遠慮なく行かせてもらうぜ。来い。歯より直属兵に次ぐ極上の餌が工場内、もしくはその近辺に潜伏している。生死は問わない。捕獲せよ。兵隊長クラスが束になるや、そこそこいい勝負するだろう。俺たちが到着するまでの時間稼ぎだ。囲まれてる。ターゲットのお三方、君たちには3つの選択権がある。2、逃亡を試みる。我々の誰かと1対1での戦闘となり、我々の機嫌を損ねるし、その結果無残な姿で捕まり、さてどうする。カイト、兵隊長との怠慢だ。覚悟が決まった方からやってみろ。最初はグー、じゃんけんポン。よし、俺が行く。人間の特性が色濃く残る反面、さてこっちも誰が戦うか決めようか。バロか。勝敗はどうやって決める？参ったとかじゃダメなの？わしを倒さなきゃお前は 100% 死ぬんだよ。参ったで済むなら君は助かる。その代わりぶち殺す。ならばこれはどうかな。なんでお前そんなにタフなんだ。何度でも食らわせてやるわい。わしの追尾探求避けるのは不可能。小僧、殺す前に教えておいてやる。わしはな、口から内臓が飛び出る時の音が好きなんだ。お前もぶひょっと派手にひねり出しまいな。レイザーのスパイクは、さ、俺たち急いでるんでね。3番、3番だぞ。俺をそこのゴミと一緒するね。ああ、ゴミだからゴミって言ったんだ。なんだ、大したことないじゃん。なんだぞ。ボンの方はかなりスロースターターでやきもきする。嫌な予感がする。そんな薄く粘っこい不安。俺はこのエネルギー自在に動かせるぜ。ちゃんとした使い方を知ることができれば。何日か前にレア物を生け取ったと言っていた。ゾーノ程度の攻撃、何発食らっても平気なんだよ。こいつより10倍強いやつはいないの？やはり杞憂か。俺の不安は、あの鎌かなりヤバいぜ。なんじゃ。
この忌まわしい威圧感。思い出したぞ。消えろ。この大釜で使えるのはこの技のみ。全くもって鬱陶しい。だからなんでそんな能力に。敵のことを考え出したら精神的に乗り切れんぞ。奴ら一体どんなゲートを使いやがったんだ。こっちはまで硬い岩か何かで押しつぶされたかのようです。客上の王の血を引くこの俺が人間ごときにビビるわけやねえだろうが、ギッタギッタに引き裂いて思う存分食ってやる。追ってきてるな。そっちじゃない。敵の注意を引きつけ一定の距離を保ちつつ攻撃せよ。私の第一正体は後方から敵を追い立てる。気を抜くなよ。罠だな。ハギャ様、予定通りに。いいぞフラッター。獲物をフラッターに追い込ませたり、草むらに隠れて待ち伏せしたり。王様なんだから隠れてないで、ダーッと獲物の前に出て。まあ私はレア物食べられればどうでもいいんですけどね。なんだいそりゃ。詳しい説明は後だと言われてもね。多分女王様に献上してるな。とっくに女王様の腹の中だ。確かか。俺たちの神経毒を食らった生物は1ヶ月以上寝たきりだろう。それはお前が身をもって思い知っているだろうが。この手でゆっくりなぶり殺してギッタギタに引き裂いて食ってやるんだ。それにしてもどういうことだ。なぜキメラアントが念を。言っただろう、女王様の食欲が半端なく旺盛なんだって。なんでそいつにそんなにこだわるんだよ。聞きたいことがあってな。やはり分かるやつとそうでないのとがいるわけだ。この能力を使いこなせば俺が王になることすら可能。退避、退避だ。ん、どうしたフラッター。なんだ。イケメン。戻るぞ。力量差を冷静に見極めて矛を収めた判断力。己の爪と牙、他者の人生を終わらせることができ、上には上がいて俺は頂点にいなかった。今の俺たちでは奴らを倒せない。奴らを追う。おそらく巣は近い。何かが来る。才能がどうとか。女王直属護衛軍。短い、そして愚かな夢だった。決して覆ることのない、あらかじめ決められた地。楽にしていいよ。俺の能力は俺のためにあらず、奉仕するための力。なんで骨の下に生きた人がいるのかな。何をお調べですか。君たちの言うレア物について。君たちもそうするつもりで彼を探してたんでしょ。新しい記憶は脳の海馬と呼ばれる部位に記録され。ああ、君ちょっと来て。初とはオーラを自在に操る技術、奉仕系、操作系、